滝沢秀明氏が新会社、飛べ、で始まるジャニーズの新たなエンターテインメント。滝沢秀明氏が自身が設立した新会社、飛べ、についての YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルでのオープニングパロディに対するコメントと、それに関連して二宮和也との交流について、ファンからの反応を含めて紹介します。滝沢秀明氏、二宮和也からの連絡があり、 トベオープニングパロディにコメント。2023年7月21日、滝沢秀明氏が TikTok オーダーライブ配信を行い、嵐の二宮和也らが出演する YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルで、自身の新会社、飛べのオープニングパロディが行われたことに対して反応しました。配信中、ジャニのチャンネルでトベのオープニング真似してた、というコメントを見た滝沢氏は、 即座に反応。同チャンネルの動画で、飛べ、のオープニングで使用されている、出演者がシルエットになって登場する演出を、二宮和也、平成ジャンプの山田涼介、キャトタンの中丸雄一、セクシーゾーンへの菊池風魔がパロディーとして再現していたことを確認しました。二宮は、怒られるぞ、こんなオープニング、ショー と自虐的なツッコミを入れる一方でやりたかったんだ。ーレはこのオープニングを。と楽しそうに答えていたとのことです。滝沢氏は一連のシーンについて、飛べのオープニングちょっと見てないな、と冗談まじりにコメントしつつも、ファンからの、タッキー的に OK? という声に対しては真似されることはいいんじゃないですかと肯定的な反応を示していました。 一方で、大丈夫なのかな逆に心配になる笑い、と、二宮側を気遣う姿勢も見せていたようです。そして、いじっちゃった、って連絡はありましたけど、と、実際に事前にやりとりがあったことを明かし、ダメよって一応連絡したんだけど、生放送なの知らなくて、遅かった、とコメントしていました。滝沢氏が設立した新会社、飛べ。 滝沢秀明氏は、今年3月に自身のツイッターの生配信にて、今後に関して色々考えた結果、僕はやはりもう一度エンターテイメントの人生を歩もうと決意いたしました、と語りました。そして、自分の覚悟と皆様の期待を背負い、新人募集をし、アーキストをプロデュースする会社を立ち上げました。 と、新しい会社、とべ、の設立を発表しました。その後、7月2日の生配信では、俳優の三宅健と、同月7日には平野紫耀と神宮寺裕太が、とべ、に合流。そして、7月14日には、ジャニーズ事務所を卒業したジャニーズ JR うちのグループ、インパクトオーズのメンバーで結成された、イムップ、も同社に加わりました。ファンからの反応。 滝沢氏と二宮和也の交流に関しては、ファンからは喜びと感動の声が上がりました。特に、二ノが飛べ見てるのが分かって嬉しい、タッキーと二ノの関係性だからできるやりとり、といったコメントが多く見られ、二人の交流がファンにとって特別なものであることが伺えます。また、飛べのオープニングパロディについても、ファンからは大きな反響が寄せられています。 ジャニーズの人気メンバーたちが滝沢氏の新会社を応援し、楽しんで取り組む姿に、ファンは熱い支持を示しているようです。まとめ。滝沢秀明氏の新会社、とべ、が、ジャニーズ事務所の先輩である二宮和也との交流を含めて話題となっています。YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、で行われた。 トベオープニングパロディについての滝沢氏のコメントや二宮和也とのやりとりに対するファンからの喜びの声が、ますますトベに対する注目を高めています。滝沢氏は、トベを通じて新たなアーティストの発掘とプロデュースを行っており、その活動に多くの期待と応援が寄せられています。 ファンとアーティストとの垣根を越えた交流が、ジャニーズファンにとって心温まるエピソードとなっています。滝沢秀明氏の新たな挑戦に対する興味が高まる中、今後の飛べの展開や、さらなる交流エピソードに期待が集まっています。ファンにとっては、滝沢氏と二宮和也をはじめとするジャニーズメンバーたちの活躍が、ますます楽しみな要素となっていることでしょう。